それでは皆様お待たせいたしました。ただいまからスマートライフプラットフォームの構造と課題と題し、株式会社 AIoT クラウド取締役副社長白石によりますプレゼンテーションを行わせていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、AIoT クラウドの白石と申します。これからですね、スマートライフのプラットフォーム、ネットワークに家電をつないで、それを他のサービス事業者様にもつないでということの、そのプラットフォームの、構造と、こういう課題がありますよねということをお話していきたいというふうに思います。プラットフォームの構造をお話しすることってなかなかないので、結構難しい話になるかと思うんですけども、こんな風にスマートライフの世界というのはできていくんだということをちょっと分かっていただけるように、できるだけかいつまんでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まず私たちの会社なんですけれども、シャープの中で、ずっと AIoT を推進するということをやってきました。で、私たちは、その技術あるいはその成果物を利用してですね、他のパートナーの方々にIoT 化を支援して、で社会問題を解決してということを行いながら、皆さんと共にスマートライフを構築していこうと、そういうことをコンセプトに掲げています。で、何をしていくのということになると、安心で健康な暮らしを作りたいですよねとかっていうことと、快適な空間だったり、あるいはもっといろいろできる充実の時間を過ごしていただけるような、そういうものを、スマートライフとして構築していきたいというふうに思っています。で、こういうのを構築していくのってどうやってやっていくかというと、家電製品そのものが便利になっていくわけですけども、それ以外にそのお家に対するいろんなサービスがありますけど、少子高齢化もあってなかなか人手をうまく作り出せない、サービスが低下するかもしれないということを、その人の家の中にある家電製品をうまく使ってサービスのレベルを維持して、あるいはもっと高度なものにしてということも進めていきたいな、それによってこれらのことを実現していきたいというふうに思っています。で、実際には数年前から取り組んでいきました。いろいろやってきたんですけども、例えば2018年では、同じこのCTECで、18年の実証実験の内容を説明させていただいています。ちょっと振り返ってみようかなと思うんですけれども、昨年同じようなこういうコーナーで、説明させていただいたんですけれども、当時この私どもの製品もあれば他社さんの製品もこうやってございますということで、それらをつなぐためにこういうプラットフォームがいりますよねとかっていうようなことを話をさせていただいてたと思います。で、これらをつないでいくのにどんな課題があるのかということで、昨年話していただいさせていただいたのが、サービスを選ぶ方法が必要ですよねとか、セキュリティプライバシーはもちろん必要ですよねと、で情報の交換、製品家電製品の情報っていうのをサービスの方々がうまく使えるようにするには工夫が必要ですので、どうやってやるのとかっていうのを課題として挙げさせていただきました。データの交換の方法に関しては、JETA 様の協力もあってデータカタログ、こんなデータを出せますよというのと、こんなデータを受け取りたいですというのを、同じ場で相談をするということをやって、進めてまいりました。で、今年ですね、経産省様 のライフアップキャンペーン、ライフアッププロモーションの事業というのがあって、それに、参加しています。で、その中身というのは、こういうふうにメーカーとプラットフォーム事業者とでサービス事業者さんと組んで、もう消費者様に製品とそれとサービスと提供させていただいて、で、それによってスマートライフ そのインフラを広げていこうと、そういう考え方になっています。で、そこに補助金を出していただいてっていうことで、進めてきました。で、ここからちょっとプラットフォームの説明をしようかなと思うんですけれども、プラットフォーム、皆さん大体こういうようなイメージかなと思うんですよね。プラットフォームドーンとあって、でそこに全部つながっていきますよという、そういう話だと思います。で、実際そうかなというふうに思ってスタートしたんですけども、実際そうではありませんでした。ちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、右側、メーカーの場合ですと、メーカー当たり前ですけど機器を作っています。
でも、まあ、シャープの場合でも同じですけども、心サービスというサービスが上にあります。でいろんな機器がありますので、それをつなぐためには、そのシャープの中でもプラットフォームを持っていて、それをつないでいくっていう方法をとっています。で左側、これ、セコム様も KDDI 様も同じなんですけれども、まあ、サービスやっておられます。でも同じように見守りのための機器も販売されておられますよね。それつないでるのはやっぱり それぞれの会社様の中のプラットフォームでつないでいます。これどうやってつなぎましょうという話で、いやうちのプラットフォームに乗ってくださいよとか言った話を、まあ、最初はしてたんですけど、どうも無理があるよねということで考え抜いた挙句取った方法はこういう方法です。つまりプラットフォーム同士をつなぎましょうと。例えばシャープの製品であってもシャープの製品の ID 番号を取って私は何番ですよっていうことでその機器を使っていますよね。でセコムさんのサービスに入られてもやっぱり同じように ID を持っておられますよね。どの ID の番号とどの ID の番号が同じ人なんですかっていうことが分かればその情報を交換することってできますよね。でどちらもこのプラットフォームはクラウドでできていますので、そういうその接合するというのは簡単にできます。ですので、今考えているそのスマートライフのプラットフォームというのは大体こんな感じかなというふうに思っています。すなわちそれぞれの会社さんやっぱり社内でプラットフォーム持っておられますよね。そのどの ID のお客様なんですかっていうことが分かれば、それデータをちゃんとセキュリティを保ちながら、まあ、交換させていただいてってやれば、そのうちのデータを活用してサービスもできるっていうことはどんどん広げていけるのかなっていうふうに思っています。でこの方法なんですけれども、まあ言ったらどんどんつないでいくことができます。で、クラウド非常に柔軟ですので、真ん中が例えばシャープとしますと、まあ、右が KDDI 様で左がセコム様ですと、まあ、実際そうなんですけども、ちょっとずつ違う方法で接続しています。でもクラウドですのでコンピューティングパワーいっぱいあります。その瞬間にデータを変換しながらデータをお渡しするということが、まあ、実際にできています。で逆にそのデバイスの方、機器側の方もそうなんですけど、いろんな機器があります。で他のメーカーさんの機器もこうつないでいきたいなと思ってるんですけども、同じ例えばエアコンの温度にしたってちょっとずつ違いますよね。それらも、まあ、言ったらそのプラットフォーム、それぞれのプラットフォームの中で、あちょっとずつ値違うよねっていうことを、まあ、すり合わせをしながら交換していくとすると、まあ、サービスを受けておられる方から見たらどの会社さんのエアコンの情報でも、まあ、同じデータとして受け取ることができますよ。つまりプラットフォームの中でその会社さんが分かっている情報なので、分かっているからこそできる変換をした上で情報欲しい人にお渡しをするということをつないでいけば、ちゃんとスマートライフのプラットフォームができるなということが分かってきました。で、実際問題、経済産業省さんとはこういう方法でつなぎますっていうことに対して、まあ、援助をしていただいて、それをより広げていこうというふうに今させていただいています。でこのシャープのプラットフォームの構造どうなってるかっていうことなんですけども、まあ、こんな形になっています。まあ、大きく書かれているオレンジ色のその台紙で乗っかっているところ、ここが AIoT プラットフォーム、まあ、シャープで使っているプラットフォームになります。右側に他プラットフォームで書かれているのは、まあ、セコムさんはじめ、まあ、他社さんのプラットフォームということになります。でシャープの中では、メーカークラウド A を、まあ、例えばシャープの製品だとしますと、そこから上がってくるデータを、サービス事業者様の方にお渡しするというところの間には工事化フィルターというのが入っています。これ何かというとですね、下からデバイスから上がってくる、機器から上がってくる情報というのは非常に、まあ、シンプルなデータで、まあ、1時間あたりにこんだけとかっていうんで出てきたりいろいろします。で当然その機器機種によって少しばらつきがあったりもします。でそれらは分かっているのは、まあ、シャープなので、シャープの中でそれを、まあ、ちゃんと補正をした上で、例えばサービスの事業者様の方が、いや今うちにいるのかいないのかっていう情報が欲しいですということであれば、それを分析した上で確かに今おうちにおられますよと、誰かおられますということで情報を渡しますし、今、このうちの中でどこの部屋におられるのかなって言ったら、例えばエアコンの稼働状況から見て、あるいは空気清浄機の稼働状況から見て、この部屋におられる可能性が高いですよねっていうようなことを情報として生成するようにしています。で
いろんなそのメーカーですので機器のことはよくわかります。まあ、冷蔵庫の開け閉めの情報を取ってみても、それがその開いてる時間が長いのか、それとも閉めてから開くまでがこう短かったりすると、物を入れているのか、それとも出しているのか、料理をしているのか、それとも買い物から帰ってきたのかとかということも分かります。そういう情報を作り出してサービスの事業者様の方にお渡しすると、まあ、いろんなサービスへ使っていただけるのかなというふうに思って、その工事化するというところをまあ頑張って作っています。まあ、それ以外に、スマートライフ UI って書いていますのは、このいろんな機器の情報上がっていきます。でサービスも使っていただいてます。それどこ見たら分かりますかっていうことに対して、最初のうちなかなか答えられなかったんですけれども、これ一堂に会して、スマートフォンにとりあえず出してみましょうかということで作ったのがこのスマートライフ UI です。ですから、他社さん の, その状況とかも含めて、まあ、シャープのプラットフォームはつながっていくプラットフォームの中で、まあ、お客様に対して情報を提供するということも、まあ、プラットフォームの機能として提供したらいいかなというふうに思っています。ですから、なんかこういう感じですよね。あのそのうちの中でどんなことが起こってんのっていうのを並べているのがタイムラインです。まあ、エアコンつけましたよ、消しましたよから、ちょうどいいタイミングで、サービスを使われたっていうことがあれば、それも、まあ、出てくるというふうになっています。で一方で機器リストっていうのは、そのうちの中にどんな機器がありますかっていうのを並べています。まあ、シャープの商品だけではなくて、他の製品もここへ出せるような、まあ、そういうふうな構造になっています。でサービスリスト、ここはそのお家で、使っている、あるいは使えるサービスっていうのをここへ並べようというふうにしています。まあ、現状です と,、セコム様、ケディア様のサービスがあのリストの中に並んでいてて、で、実際今こういう状態でサービス活用されてますよということがそこで見れるようになっています。まあ、このようにそのプラットフォームにつないでいっている機器あるいはサービスを、手元で、まあ、見ていただける、そのお家の中で何が起こっているのかということを見ていただけるようなことを今実現しています。で今後の展開なんですけれども、まあ言っていても全部がこうシャープのここに見えてくるということは考えているわけではなくて、まあいろいろ何々ホームですとか、ホーム何々ですとか、なんちゃらプラットフォームですとか、いっぱい出てくると思います。それはやっぱりサービスの目的が違う、あるいは使用する機器が違うということがあれば、当然違うチームになっていくのは、まあ、致し方ないかなというふうに思うんですけれども、ただつなぎ方っていうのは全部、まあ、基本クラウドを通してクラウド間で連携していくっていう方法が主力になるだろうというふうに思っています。でもしそうしていけるのであれば、そのルールっていうのはそんなに違ってるとは思っていません。つまり個人情報の保護だったり、セキュリティの守り方だったりというのは、大体こういう方法でやればいいよねっていうのが、そのクラウド、インターネット上の技術としては、まあ、存在していますので、うまく活用すると大体似たようなものになります。まあ、似たようなものになっていけば、まあ、結果的にはスマートライフのプラットフォームというのは全体がつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、これを進めていく上でですけれども、やっぱり企業間の接続をより推し進めていくということが必要です。例えばその個人情報を保護して、あるいは許諾をちゃんと取って、で私どの企業さんにデータ出していいって許諾したかなということもちゃんと確認できるようにしなくちゃいけません。そういうものをどうやってやっていったらいいのかということを、まあ、シャープの方では一生懸命検討してきましたので、私たち AIoT クラウドの方からそれをご提供することもできるなというふうに思っています。まあ、こういうところをだんだん整備していくということが非常に重要かなと思っています。で、サービス事業者様とつなぐ部分というのは、まあ、今後もそうなんですけれども、どういうデータが提供できますかということが非常に重要です。で、家電製品 の, そのオンオフの情報だけということですとなかなか活用できないんですけれども、これらを、まあ、こんな風に分析するとこんな情報になりますよというのはメーカーよく分かっていますので、それをよりサービス事業者さんに使いやすい情報にして提供するというのが課題です。で3つ目なんですけども、これ今回 の, そのライフアッププロモーションを進めていく中でちょっと気がついてきたんですけども、やっぱり消費者の方々、スマートライフに対して興味を持ってき始めておられます。ただそれどんなもんなんですかって説明するときに、家電製品だけ説明してもダメですし、サービスだけ説明してもダメですし、それやっぱり一緒にこうなんですって説明してあげないとよくわからないんですよね。ただ
それ説明するバーっていうのが、まあ、なかなかなくて、販売店さんに行ってもサービスのことはわからないですし、今サービスのことをお聞きになりたいっていうことで、サービスの方に聞かれても今度は機器のことがわからないっていうふうになってしまいますので、まあ、そこをどうにかしていく必要があるかなというふうに思っています。はい、今日はですね、プラットフォームの構造とその課題に関してお話をさせていただきました。まあ、構造自体は、まあ、当初思ってたのと違う大きいプラットフォームがあればいいんだよねっていう話では、実際にはちょっと違うなっていうことが分かってきていますので、まあ、それらを活用しながらより早くスマートライフの世界にたどり着けたらなっていうふうに思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。